こんにちは皆さん、私はナトプンプンプンと申します。今日は私の国の食べ物についてお話しします。今日お話しするのはカノンパンです。カノンパンは皇太時代からとても人気です。作り方が簡単です。ほぐすことで使えます。材料も探しやすいです。材料は砂糖やシノミと米粉と砂糖とココナッツミルクです。昔皇太時代は大体タイのお箸の材料は砂糖と米粉とココナッツミルクだけです。砂糖やシノミはタイにたくさんあります。特にタイの南部です。米粉もたくさんあります。皆さんもご存知の通り、タイはタイ語名の産地で世界中に有数するほど欧米で有名な国です。カノンパンは黄色お菓子です。黄色はタイにとっておめでたいということ、運命がいいということがあります。例えば王様の服やお寺がその中に黄色があります。もしタイに来てからぜひ食べてみます。最後まで聞いてくれてありがとうございました。